心を躍らせ名前を呼ぶよブリッピー。おほほほほあーやーブリッピーだよ。今いるところを見て。うわお、ここはトリプルプレイファミリーファンパーク、アイダホ州ヘイデン市にある。ここには楽しいものがいっぱいだよ。中に入りたいだよね。行こう。うわーすごい恐竜だ。うわーうわーすごい。いやー本物の恐竜そっくり。君のことは聞いて知ってる。スタンリーかい。うわーはじめましてスタンリー。僕はブリッピー。僕は君はこの建物の中のことをとてもよく知ってるって聞いたよ。案内してくれないかな。やったさあ行こう。わははは、ここってすごい場所だねスタンリー。これはウォーターパーク？そうか、ここはみんなが遊べるスイミングプールだ。すごいな、君もここ好きかい？そうか、そうだよね。たくさん楽しい思いをしてそうだね。え、質問してもいいかな？そうか、わあ、君はベロキラプトルかい？そうか、かっこいいね。ここを歩くのは好き？そうか、僕も歩き回りたい。面白そうだし、カラフルな場所だね。え、提案がある。ダンスをしようよ。やった、始めよう。わー素晴らしいよ、ダンス上手だ。さて、僕は他の場所に行く。君とはここまでだ。また会えたらいいけどね。ありがとう、またね。わー、ねえ見て、これは波が出るプールだよ。あの後ろに何やら装置がある。それがこうやって繰り返し動いて波を発生させるんだ。すごい仕組みだ。おや、これは何？ふん、いろんなものが入ってるね。光を反射するコップ。あは、わあ、型かな。これで砂の城が作れるぞ。おおおお、わ、ハロー。やあ、ブリッピーだよ。いいね。おお、見て、わあ、青いボールだ。僕の好きな2つの色の1つ。いいね。他にも面白いものがいっぱい入ってるね。なんでこれがこんなとこにあるのかな。次に行ってみよう。あれを見て、ラプトルが2頭いるね。遊んでるように見える。挨拶しようか。見て、わあ、これを見て、これはウォータースライダーの終点だ。黄色のウォータースライダーだね。かっこいい。わあ、見て、ラプトルだよ。わあ、よくできた作りだね。ほら、爪を見て、鋭い爪だ。わあ、遊んでるみたい。挨拶だ、はーい。遊ぼうよ、いいよってきっと話してる。足を見て、ほら、あそこ。うおー、あー、こんなに大きな爪がある。近くで見てごらん。おお、すごい。なるほど、あ、思いついた。さっきプールサイドにいろんなものが入ったカゴがあったよね。君もあれを覚えてるでしょ。そう、あれで実験しよう。沈むか浮くか、イエーイ、興味が湧いてきたな。やってみよう。ウォホホホホー、イエーイ、ウォホホホー、すごく面白くなりそうだ。ところで僕が歩いてるのを見た？そう、プールサイドでは常に歩くんだよ、決して走らない。よし、実験の時間だ。沈むか浮くか、イエーイ。よし、じゃあまずこの青いボールからだ。みんなはこれどうなると思う？これはとても軽い。よし、入れてみよう。わあ、浮いたね。それじゃ、このピンク色のフライパンは？
おお、こういうので朝ごはんの目玉焼きを作るよね。よし、どうかな。やったー、これも浮いたね。次はどれかな。おお、いいね。見て、これはサイだよ。おお、サイの顔は面白い作りだ。ここを見て、鼻に角が生えてる。よし、このサイが沈むか浮くか見てみようか。ウィー。これもしっかり浮いたね。次は何にしようかな。うん、お、見て、小さいスプーンだ。そう、スプーンは食器だよ。食事をするときにこれを使うんだ。手で食べないで。浮くかな、沈むかな。やった、沈んだ。初めて沈んだものだ。他に何があるかな。うわー、いろいろある。うわー、これを見て。わー、これはフライ返し。フライパンと一緒に使う道具だね。これはヘラだから、卵焼きをフライパンからお皿に移すのにも使えるよ。とっても重たい。だからきっと沈むと思う。はは、ウフー、やった、これも沈んだね。他にもあるかな。うわ、次はこれを試そう。お風呂で遊ぶおもちゃだ。うわあ、こっちはオレンジ色のタコのようだね。おお、こっちはウミガメだね。うわあ、タコさんとウミガメさんだ。海に住む生き物だ。さて、どうなるかな。ふふー、よーし、カメは浮く。多分これも同じ結果だろうね。お風呂のおもちゃだから。ウィー、やっぱりこれもよく浮いたよ。じゃあ他のも見よう。うわあ、他の動物がいた。なんだかわかるかい？そう、これはチーターだよ。わあ、こう走るんだね。チーターはものすごく走るのが速いんだ。わあ、チーターは時速100キロ以上の速さで走れるんだ。とっても速い。高速道路を走る車と同じ速さ。よし、それではチーターくん、すごい速さで水に入れ。ウォホー。おほほほ、チーターのおもちゃは浮く。わー、いいね、砂浜で遊ぶおもちゃだね。砂浜に行ったことある？楽しいよ。砂の上で裸足で遊ぶんだ。波の音を聞き、わあ、サーフィンをする人もいる。いいね、これは砂浜のおもちゃ。ここの中に砂を入れて、それでお城を作れるんだ。さあ始めよう。沈むか浮くか。わほー、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 わほー。よーし、一つ残らず全部浮いた。いいね。他には何がある。おお、これはいいね、テニスボールだ。一つは緑色で、青、そしてオレンジ色のボールだ。沈むか浮くか見てみたいかい？そうだね、その前に、ほほー、イエーイ、ワオワオワオ。おお、このテニスボールも浮く。おお、おや。おお、さてと、なんだこれ、スタンリー。これはスタンリー。おお、ハロースタンリー。いや、おもちゃのスタンリーだね。よしよし、さっき紹介した通りベロキラプトルだ。どう猛な恐竜なんだよ。けどスタンリーはいい子だ。じゃあ君が沈むか浮くか試すね。ウォーホー、そっか、スタンリーは浮く。まだカゴにいくつか残ってる。だから全部いっぺんに投げちゃおうか。そうしよう。お、これも一緒だ。これも、ウォーホー、オッケー。3、2、1、イエーイ、わお。すっごく楽しかったね。何が沈んで何が浮くかよーくわかった。君と一緒に楽しめたし、一緒に学んだね。
さて今回はこれでおしまい。でももっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ。ブリッピー、ブリッピー、やったね。それじゃまたね、バイバイ。冗談。僕はブリッピー、今はここで踊ってたところ。でも外はすっごく暑いね。ちょっと一休みしたいな。でも休む暇はない、ダンス中だもん。あ、これを見て。わあ、ポプシクルを売ってる。僕これ大好きなんだ。じゃ一緒にポプシクルを食べようよ。ほら来て。はい。はい、ブリッピー。こんにちは。名前は？ジュリアよ。そう。手作りのポプシクルはいかが？いいね。僕の大好物なんだ。何の味があるの？これはチャチャチャ。マンゴーとパイナップルとチアシードよ。おいしそうな組み合わせだね。マンゴーとパイナップル、そしてチアシードだ。うん。何これ、すっごく美味しい。それは良かった。作り方を見てみる？もちろん。すっごく面白そう。よし、行こう。行きましょう。ここが私のキッチン。うわー、みんな見てよ、素敵だね。どうも。じゃあまずこれをつけて、ね、見てよ。そう、これはエプロンだ。身につけるよ。うわー、ねえ、ここにあるのは何？全部ポプシクルを作るために使われる材料よ。果物や野菜がいっぱいだね。ええ、そうなの。私たちはスーパーフードをたくさん使ってる。例えばケールやアボカド、うん、他にもほうれん草にチアシードも。あれは何？これはココナッツよ。うわー、いいね。ココナッツか、おいしそう。どんな味にするの？今から作るのはポパイよ。ポパイ？イエーイ、いいね。名前の由来はわかる？わからない。なんだろう。ほうれん草よ。なるほど。それじゃあこれを持って。ベースは作ってあるから、あとは入れるだけ。わかった。これはほうれん草。君のは？いちごよ。いちごか。あと甘みを足すデーツ。うん、デーツだ。よし、移動しましょう。オッケー。これが先に作っておいたベースよ。おお、すごいね。よしと。うわー、美味しそう。じゃあ材料を入れて。オッケー、バイバイ、ほうれん草。あとはイチゴと、それにデーツ。美味しそうだね。ここでは普通のキッチンと違って大きな機械が使えるの。ほんと？ワクワクしちゃう。準備はいい？うわー、これを見てよ、すっごく大きいね。なんて機械なの？これはスティックブレンダーよ。うわー、中に浸して、うわー、電源を入れる。うわー、いい感じ。うわこれを使ってベースに混ぜ込むんだね。その通り。うわー、とっても美味しそうだね。次はどうするの？これを型に入れるわ。オーケー。外して。使い慣れたピッチャーがあるの。おお。わー、これはベースに3つの材料を混ぜ合わせて作ったすっごく美味しいポプシクルの素だよ。それじゃ型に注いでいくわよ。おお。溢れたものも流し込んでいく。型を振って。そう、使わせて。どうぞ。それじゃ次足すよ。うわここに塊ができてる。平気さ、これでいいかな。いいわ。型に注ぎ終わったら、次は塊は避けるわね。次は持ち手の棒を刺してく。おお、ポプシクルの棒だね。食べる時に持つ木の棒のことだよ。それをここに刺すのか。食べやすくなるの。なるほど。次にこれをポプシクルの特別な機械の中に入れるわ。おお、何をする機械なの？ポプシクルを凍らせるための機械なの。ほんの18分で。
うわー、ワクワクしちゃうね。ポプシクルは大好物なんだ。ね、見てよ。ここに入れて。うわー、この中はすっごく冷たいの？ええ、凍らせるために特別な液体が入ってるわ。うわー、なるほど。あとは企業秘密よ。あとで教えて。じゃあ何をしよう。そうね、いつもは凍るのを待っている間ダンスしてるわ。オッケー、踊るよ。ふぅ、ほほほ、出来上がったってこと？そうよ。ほほほ、うわー、よしっと、ここでちょっと液体を落としましょう。ああ、乾かすの。なるほど。手を滑らせないようにタオルを使う。踊りながら行きましょうか。いいね。別の液体に浸すの。オーケー。でもどうして？型から取り出しやすくするためよ。一つ落ちた。完成よ。とっても美味しそうにできたね。すごくワクワクしてきた。どうぞ食べて。オッケー、それじゃこれにする。うわあ、うん、おいしい。これとってもおいしいよ。うん、最高だ。忘れてた、私もう売り場に戻らなくっちゃ。わかった、あとは任せるわ。好きな味を作ってね。好きな味を作るのってすごく楽しそう。じゃあね。教えてくれてありがとう。いいえ。信じられる？僕たちで新しい味を作り出しちゃうんだよ。よし、やるぞ。ふうふうふう、楽しみだね。それじゃ一緒に新しいポプシクルの味を作ってみよう。ワクワクするね。まずは材料を確認してみよう。よし、これの名前は知ってるよね。そう、これはリンゴだね。オーケー、容器に入ってるのはブドウ。おいしいよね。うん、これは何だろう。よく見てみて。そう、これはレモンだ。レモンの色は黄色だね。うわあ、こっちには緑の野菜があるよ。うわあ、ほうれん草だ。うわあ、うわあ、どうも。髪の毛みたいだね。おっとおっと、この野菜はケールだ。ケールってとっても美味しいんだよ。でも入れ物が嫌いみたいだ。落ちちゃった。よし、こうして戻しておこうね。それからここにある他の果物や野菜をチェックしていこうか。例えばこれ、うわ、すっごく重たい。うわ、うわ、よっと、イエーイ。そう、これはスイカだね。スイカってとっても大きいよね。それに美味しい。スイカの中身は何色か知ってるかな？そう、赤だね。そして外側は緑だ。オーケー、あと少しだけ。バナナと、そして、あ、パイナップルだ。最高。よし、それじゃここに大きなバケツを用意したよ。今からここにいろんな材料を入れていこう。外せないのはイチゴだ。まずはこれだよ。いくぞー。ウフー。オーケー、次はケール。うわ、これも入れるよ。ほほ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 、とってもいい感じだね。おう、リンゴだ。このまま入れることもできるけど、多分切ってから入れた方がいいと思う。君はリンゴを切ったことがある？リンゴって美味しいよね。よし、この赤いリンゴカッターを使う。これをこんな風にリンゴの真ん中に合わせて下に押す。うわぁ、すごいね。見て、うまくできたよ。リンゴが切れたらここから外していこう。それからここの大きなバケツに入れていくよ。うわぁ、でも芯の部分は、うわ、芯は残してね。真ん中の部分だ。種がたくさんあるからね。お、種といえばスイカにもたくさんあるよね。オーケー、それじゃあスイカを切ってみよう。うわお、
僕は大人だから気をつけて切っていく。包丁でいい？OK、いい感じ。こうやって半分に切っちゃうよ。回して、うわー、これを見て、とっても美味しそうなスイカだ。きっと最高に美味しいポプシクルになるはず。それじゃ、いいこと思いついた。ははっ、いくぞよし、次はバナナを入れよ。皮を剥いてっと。よし、バイバイバナナ。ふふそれじゃもう一本入れておこうかな。いいね、それいくぞいいね、見てこれ、とっても美味しそうだね。これを凍らせたらどうなるんだろう。わあ、それとこれなんて果物か覚えてる？そう、ココナッツだ。これは開け方が少し難しい。でもその分美味しいよ。ココナッツオープナーを使って、やったね、これを見て、うわー、うー、果汁がたっぷり入ってる。まずこれを飲み干しちゃおっと。おっと、ダメダメ、これは全部バケツに入れるんだった。ポプシクルのためにね。うわー、おー、美味しそう。よし、次はこの道具を使ってココナッツの果肉を削っていくよ。いいぞ、よし、いい感じだ。うー、美味しそう。もういいかな。よし、完璧。これをひっくり返して、いいね。それじゃ、あ、そうだ、ほうれん草も入れちゃうよ。ふふふ、それからたっぷりのぶどうも、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個、11個入れたよ。よし、さっき使ったこの果物を覚えてる？これはデーツだ。いくぞー！ OK、次はこれを入れる。レモンだ。ここには本当にたくさんの果物や野菜が揃ってる。半分に切るよ。わあ、よし、これを持って果汁を絞り出す。ふふうわあ、レモンを食べたことはあるかい？少し舐めてみよう。うわあ、うわあ酸っぱい。 OK、 手を拭こうね。最後に忘れちゃいけないのが、このパイナップルだ。まずはこんな風に葉っぱを落とす。見て、果肉が黄色い。とっても美味しそうだよね。それからこのパイナップル用のスライサーを上に押し付けて、ゆっくりと回していく。うわ、すごいね。それから引き抜く。おお、きれいに取れた。それからこんな風に外していくよ。こうしてパイナップルを入れることで、美味しいポプシクルに甘みが足されるんだ。よし、これでバッチリだと思う。見て、うわお、ものすごく重い。一緒にこっちに来て。次はどうするか覚えてる？さっき教わったね。まずバケツを、うわ、ここに置いて、スティックブレンダーを使うんだよね。うわー、はあ、うわ、それじゃ混ぜていくよ。いくぞこれでよし、全部混ざったはずだよ。でもちょっと待って、この魔法の道具を使ってみよう。これは巨大な泡立て器。ふふー、見ててね。
感じ、色がついてきたね。よし、これはここに置いておこう。それからバケツを置いて、このピッチャーの出番だ。順番は覚えてる？こうしてすくって、おお、おお、ワクワクしちゃうね。型に入れる。おお、もう一度すくってみよう。よし、もう一度入れる。いくよ。うわー、はははー。よし、量はいいよね。少し振るよ。こうしてっと。いいね、本当にすごく美味しそう。それじゃあ棒を刺していく。うわー、すごくたくさんの棒がついてるね。これをこうして刺す。は、完璧。それじゃこれを凍らせる機械のところまで運んでいく。行くぞ。ここに入れて。うう、できた。じゃあさっきは凍るまでの間何をしてたっけ？時間がかかるから。そう、待ってる間ダンスしてたね。ベルが鳴ってる。本当だね、完成したみたい。見てみましょう。うふう、行くわよ。うわあ、すっごくドキドキしてきた。それじゃあこっちに水気を切るんだね。どんなものを入れたのか楽しみ。僕も楽しみ。うん、うわあ、さあ出すわよ。いよいよだ。うわあ、見てよこれ。これは僕の大好きな色だ。ほら、ここを見て、青とオレンジ色だ。食べてみる？え？感想は？とっても美味しくできてる。そうだ、外に持って行って売りましょうよ。うん、いいね。よし、僕らのポプシクルを売りに行ってみよう。ポプシクル、ポプシクル、ポプシクルはいかがですか？ポプシクルって最高。今日はこのポプシクルの作り方を一緒に学べて楽しかった。カリフォルニア州のコスタメサからお届けしたよ。さて、今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。いくよ。ブリッピー、ブリッピー、やったね。それじゃまたね。心を踊らせ、名前を呼ぶよ。ブリッピー、ウィー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 。わあ、はーい、僕はブリッピー。見て、とってもかっこいい消防車でしょ。まるで本物の消防車にそっくりだね。これはホース、プシュ、それにサイレン、カン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 。さらに大きなホイールとタイヤもあるよ。シュッ。きっとすごくかっこいいだろうね、本物の消防士さんって。イエーイ。おお、これを見てよ、消防士が使う本物の滑り棒だ。うん。そうだ、これで下まで降りてみよう。それじゃ3つ数えたら行くよ。いいね。よし、行くよ。1、2、3。うわ、ちょっとクラクラしちゃったよ。おお、見て見て、消防士が乗ってる。あら。消防士はとっても大切な仕事なんだよ。だって他の人の命を救って火を消しちゃうんだ。すごく太い消火ホースでね。ねえ見て、これは別の仕事だね。ほら、パイロットだ。イエーイ、飛行機を操縦するよ。おっと、次はエンジニアの仕事だよ。う、何をするか知ってる？とても数字に強いんだ。そう、だから数字を足したり引いたりするのが得意だ。うん、いろいろなものを設計して他の人に作ってもらうんだ。キキキキキキ、おほほ、キキキ。おかしいね。そうだ、君は何になりたいの？とっても素敵だね、僕も憧れちゃうな。そうだ、いいことを思いついたよ。
僕と一緒にこれからいろいろな仕事を体験できるところへ行ってみようよ。すっごく楽しそう。ワクワクしちゃう。最後に好きな仕事を選べばいいよ。いいね。これから行けるかな。やったね。おいで、こっちだ。また後でね。子供向けの博物館に来たよ。フロリダ州セントピーターズバーグだ。イエーイ。ここでいろいろな仕事について学ぶよ。最高。フフうわあ、ここは僕の大好きな場所なんだ。見てよ、これはピザ窯だ。ここはピザのレストランだよ。おお、みんなが大きくなったらできる仕事の一つがシェフだよ。お、シェフってかっこいいよね。でしょ。シェフはレストランでお客さんに出す食事を全部作っているんだ。僕はピザを作るのが大好きで、すっごく美味しいよ。そうだ、いい考えがある。一緒に作ってみよう、ピザをね。それじゃ始めるよ。まずはこれを使う。ピザパドルだ。熱い釜にこれでピザを入れる。手で入れたら危ないよ。さてと、それじゃ次は金属のお皿だ。じゃあまずはじめに取り掛かるのは、そう、ピザ生地だ。いいね、これがピザ生地だよ。うう、生地はボールみたいにこう丸まってることがあるから、こうして伸ばしたり、あとを回して広げる。うわこんな風に。そうすればほら丸くなった。見てよ、円になった。やったね。それじゃピザ生地を置いて上に美味しいトッピングを乗せていこう。ねえ、君の好きなトッピングは何かな。ああ、僕も好きだよ。それじゃ始めよう。まずはこれからトマトソース。僕の大好物のチーズ。チーズたっぷりのピザが大好きなんだ。じゃあチーズを乗せてここにトッピングを加えていくよ。まずはほうれん草だ。美味しそうだね。それからこのブラックオリーブ。わあ、スライスされてるね。並べていく。それからわあ、何かわかる？そう、マッシュルームだね。これも乗せるよ。それから玉ねぎ。じゃあ全部乗せ終わったらピザ窯に入れていこう。待つよ。ほらこれを見て、美味しそうだ。焼けたよ。やったね。それじゃこれを箱に入れようか。来て。できた。うわあ、僕と一緒にとっても上手にピザが作れたね。次は何するかわかるよね。それじゃ食べてみよう。このピザすっごく美味しいよ。君が手伝ってくれたからだよ。どうもありがとう。うわ、素敵な体験だったね。シェフになってみたよ。それにすごく美味しいピザも作れた。やったね。来て。うわははは、いろいろな種類の動物がいる。動物は大好きなんだ。そうだ、君の好きな動物は何？いいね、僕も好きだよ。うわ、見て、これは猫ちゃんだね。それからこれは、すっごく大きなワンちゃんみたいだ。あら、ワンちゃん。わわ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 。おかしいね。うわ、見て、とってもカラフルなオウムがいるよ。それからウサギさんもいる。イエーイ。もっと近くで見てみよう。おいで。うわあ、素敵な部屋だね。ここは獣医さんの診察室だ。いい？獣医さんはベッドとも呼ばれる。怪我をしたり病気になったりした動物の手当てをする人だよ。すごいね。お、見て、ここに可愛い動物がいるよ。ハロー。あー、可愛らしい子犬だね。健康に問題がないか確認しよう。
じゃあまずはじめにここにある MRI で撮影しよう。いいね。 MRI では検査のために磁気を使ってこのワンちゃんの写真を撮っていくんだよ。でも外側の写真じゃない。笑わないよ。イヒヒ。体の中の写真を撮るんだ。例えば骨が折れていないかとか問題がないかを確認するんだ。撮るね。いい？ワンちゃん。わあ、これを見て。 MRI で足の内側の様子が見られたよ。わあ、とっても便利だね。さてと、とっても元気そうに見えたけど足を怪我しているようなんだ。手当てをしてあげよ。よし。さて始めるよ。まず最初にやるのはこの包帯で足を固定する。巻いていくよ。ああ、できたよ。ワンちゃんに包帯を巻いた。これで怪我はすぐに治るはず。次にこの子に必要なのはお薬だ。ほら飲んで。喜んでる。元気になってきたみたい。やったね。それじゃあ最後にこのエリザベスカラーを首に巻こう。時々じゃれてつけた包帯を外してしまう犬もいるんだ。治るまでは外しちゃダメだよ。ワン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 。とっても可愛い子だね。イエーイ。獣医さんの仕事って素敵だね。体験できて楽しかったよ。病気や怪我をした動物のお世話についていろいろ学ぶことができた。うわあ、勉強になったね。うわあ、何かわかる？そう、消防車だね。すごい。うわあ、消防車ってかっこいいね。ここを見て。厚みのあるホイールとタイヤだ。うわあ。それと明るいヘッドライトとバッパーもあるね。うふう、消防車に乗れたらきっと楽しいだろうね。おいで。ウィン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 。うわあ、消防車に乗るのって最高だね。これを見て。ほら、ここにあるのは急ぐ時に鳴らすサイレンだ。こんな感じ。ウィン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 。いい？火事が起きて消防士が出動するときはライトをつけてクラクションを鳴らす。ブブ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 。近くにいる人や車に急いでいることを知らせて道を開けてもらう。いい？困っている人のところまで早く安全に向かうためだ。わあ、これを見て。消防車にとってすっごく大切な道具だよね。これははしごだね。消防士たちが高いビルの上から人を助けるときに使うんだね。ホースで火を消すときにも役立つよ。ウィーッ。ほら見て、バルブがある。ここにホースを取り付ける。消火用のすごく太いホースを使うよ。お家の庭で使うホースとは違うんだ。これは信じられないくらいパワフルだ。プシッ、大きな火を消して安全を確保するため。すごい。さあ次。うわあ、見て見て、これは滑り棒だ。お、とっても便利な棒だね。普通消防署では消防士たちは2階で働いているんだよ。そして消防車は1階に停めてあるから、滑り棒を使えば早く降りてこられる。すごい。おお、これが見える？そう、これは消防士の着る防火だ。燃えにくい素材でできていてかっこいいんだ。すごいね。火事が起きた時に普通の服を着ていると簡単に火がついて燃えてしまってとても危ないんだ。でも消防士は違う。防火を着ているから人助けができるんだ。お、ヘルメットがあるよ。ほら見て見て、とっても素敵なヘルメットをかぶってる。色は黄色だ。上から落ちてくるものから頭を守るんだよ。うお、これを見て、すごいぞ。これってとってもパワフルな消火ホースだ。うわ、なんてかっこいいんだ。調整するためのいろいろなバルブがついているね。あと見て、すごく太いホースだ。大量に水を出すことができる。綺麗に火を消しちゃうよ。いいね。さてと、きっといつか僕らも消防士になれるはず。人助けができるよ。でも消防士になるには
とっても勇敢じゃないといけないんだ。そう、勇敢だ。ね、勇敢の意味って知ってるかな？そう、勇敢っていうのは怖いものがあっても人を助けるために乗り越えられる強さがあるっていうこと。僕もいつか人を助ける仕事をしてみたいな。イエーイ、できたら素敵だね。ふう。わあ、何の部屋かな。いい、大きくなったらできる仕事には看護師もあるね。いいね、とっても素晴らしい仕事なんだよ。誰かが病気になった時に元気になれるようにお世話をするんだ。じゃあこれから仕事を体験してみよう。イエーイ。わあ、これを見て。ほらこっち、ここにあるのは、そう、骸骨だよ。わあ、骨がたくさんある。そう、骨だよ。何か知ってるかい？ほら、どっちも形は違うけど骨だ。人間の体を作ってる。ほら、立てるのも骨のおかげだ。うん、いい？皮膚のすぐ下にあるよ。骨はなくてはならないもの。だから大切にする必要があるんだ。よし、じゃあ骨について学んでみよう。だってもし骨折したら看護師の手助けが必要になる。さあこちら。うん、この箱を見て、すごく明るい。うわこれでいろいろなレントゲン写真を見られるんだよ。いい？ほらこれだよ。これがレントゲン写真だ。ただの暗い色のシートに見えるけど、実はこれは人の手の中を写した写真なんだよ。ここにかざすとはっきりと見ることができるよ。ほら、いろいろな骨が見えるね。手の写真だよ。うわあ、レントゲン写真を撮ることはとっても役に立つんだ。例えば骨折した時、看護師がどこが折れてるかわかるし、治療もしやすい。いいね。さてと、レントゲンも看護師も素晴らしいね。お、いいものを見つけた。それ以外にも看護師は君の身長も測ってくれるよ。うわあ、見て、僕の身長は180センチくらいだ。とっても大きいね。ね、君の身長はどれくらい？お、君も背が高いね。大人になるにつれてもっと大きくなるよ。多分180か183、185、それか213センチだ。うわあ、かなり大きいよ。看護師の仕事って素晴らしいね。僕もいつか看護師になって誰かを元気にしてあげたいな。イエーイ。さて、とっても楽しかったね。そうだ、ちょっとの間待っていてね。うー、はーい。うわあ、一緒にいろいろな仕事について学ぶことができてとっても楽しかったね。仕事がいくつもあった。ねえ、君はどの仕事が好きだった？いいね、僕も大好きだよ。君と一緒に体験できてよかったよ。おお、向こうに何かあるよ。行こう。わあ、何か書いてある。ワクワクコーナーだ。おお、さあここからはワクワクコーナーの時間だよ。一緒にいろいろなことを学んでいこう。うん、でも今日は何を学べるのかな。それじゃ一緒に覗きに行ってみよう。ワクワクしちゃう。行くよ。はい、ワクワクコーナーへようこそ。これから一緒に素敵な絵を描いていこう。必要なものは揃ってるよ。まずは絵の具。うん。見て、色は3色ある。青、黄色、そして赤だ。とっても大事な3色で原色と呼ばれているんだ。この原色を混ぜると虹の7色全てを作り出せるんだよ。じゃあこれを使って絵を描いていこうか。あとはこの絵の具のパレットと、そして筆もいる。それじゃまず筆を湿らせて絵を描いていこう。じゃあまずはじめにオレンジを描いてみよう。大好きな果物で好きな色なんだ。
まずは黄色を使う。うわぁ、絵の具を取るのって変な感じ。丸を描いていくよ。うわぁ、見て、黄色い丸を描いたよ。でもまだまだ完成じゃない。ここにもう一つ原色を重ねるんだ。赤をほんの少し取って水を加えるよ。それから重ねていくよ。オレンジができた。おお、なんて素敵な色なんだろう。ほんの少しの赤と少しの黄色でオレンジ色ができた。うわあ、とっても楽しかった。色について学んで素敵な絵が描けたね。じゃ、筆を洗ってくるよ。おっと、ここはちょっと混んでるね。ああ、今日は楽しかった。一緒にいろいろな仕事について学ぶことができたね。うわ、たくさん種類があったね。もし今日お気に入りが見つからなくても大丈夫。時間をかけて考えてみて。好奇心を持って探し続ければ将来なりたいものがきっと見つかるはずだよ。僕はトラックで遊ぶのが大好き。ウィーウィー、消防車にリサイクル回収車、うわあ、そして工事用の車もある。後ろにショベルがついてる。ウィーさて、今回はこれでおしまい。でももっと動画を見たければ僕の名前を検索してみてね。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまた会おう。ウィー、さあ集まれ、楽しく学ぼう。心躍らせ、名前を呼ぶよ。ピーピー。